川をご覧の皆さん、こんにちは。稲川高校の岡野です。同じく大橋です。今回のおいしい稲川町は稲川高校の2人にリポートしてもらいます。題して稲高生のボタン鍋リポート。初めてなのでみんなにうまく伝えるかわからないですけども、頑張って伝えていきたいと思います。初めての試みということで2つの点があると思いますが、皆さんが稲川に行きたいと思えるように精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。というわけで今回はこれからの季節にぴったりの稲川町の名産イノシシのボタン鍋を彼女たちが元気いっぱいにリポートします。ボタン鍋の美味しい食べ方を教えてください。はい、わかりました。今からお料理ね、中でご用意してるんですが、ボタン鍋、しし肉はね、この寒い時に取れたしし、油が乗ってて本当に今が美味しいですよ。こちらのお店は創業何年なんですか？34年です。奥様は何代目ですか？ここの家からすると17代目ぐらいかな。はい、すごい長いですね、はい、では次にボタン鍋の紹介をお願いします。ご覧ください、このお肉とっても綺麗ですね。このようにしし肉の盛り付け方がボタンの花のようなのでボタン鍋と言われているんです。このお鍋にはお店オリジナルのお出汁が入っています。しし肉にぴったり合う伝統のお出汁です。そしてこちらのお店ではお鍋の前にしし肉の鉄板焼きを味わうことができます。めっちゃ美味しいです。脂身いっぱいで、この山椒ですかね、それがもう効いてめっちゃ美味しいです。ものすごく美味しいです。これ本当私初めて食べたんですけど、とても食べやすいお肉ですね。ではお鍋を食べた感想を一人ずつカメラに向かってお願いします。味噌とお肉がすごいマッチしていて、想像した以上より美味しくてびっくりしました。私は卵つけ食べたんですけど、やっぱ味噌が濃いのでとても卵とマッチしていて、とても何杯でもいけちゃうぐらいとても美味しい鍋です。あとこの鍋ね、召し上がってから究極のご飯があるんです。おいしい。何杯でも食べれるね。いける、うん、10杯いけるな。10杯も？おいしい、とにかくこれは食べてみないとおいしさわかんないと思います。ぜひ食べてみてください。最後は先生と私たちもみんなでお鍋をいただきました。おいしかったです。今回のナレーションは稲川高校山野遥と西田杏奈でした。キラッと稲川ではこれからも稲川高等学校の皆さんとともに稲川町の魅力をお伝えしていきますので、どうぞお楽しみに。